まずは一言ご挨拶をお願いいたします。一言ですか。たくさん喋っていただいて大丈夫ですか。<laughs> あの一言って言いましたんで、デュオをかけおうをやらしてもらいました。<laughs> えー、今日はね朝からもうこの降楽園がものすごいですよ。当時の プロみたいな感じでうわーっともうテンション上がってますねえ僕もき昨日藤沢から来てここ,この,あのホテルに泊まらせてもらってあの用意させてもらったんですけど、えー、皆さん本当にねあの早い時間お集まりをいただきまして本当にありがとうございます円谷、えー、プロにとっては何年ぶりかな始まって 以来のこのこのコンペーションですかあのという感じがいたしますあちこち後楽園にはなってません今日はつぶら屋プロになってますね <laughs> 素晴らしいことです本当にありがとうございますありがとうございます先ほど初解禁されましたコンセプトムービー森杉さんも薩摩二郎役としてご出演されていますが ご覧になっていかかがでしたでししたょうかいやーこれね撮影の時ね寒くて <laughs> 寒かかったんですか川崎の工業地帯なんですよ、はい、森裾さんぜひこ,のこういう企画でこういうものをやりたいから参加してくれないかということでえ参加したんですけどもうこの年ではちょっと寒さにはね零下百140度の対決なんてあったんですけど <laughs> もうね <laughs> 耐えられないでですすね何月だったんですか撮影は撮影はね一日だったんですよまとめてね、えー、あの格好して、うん、なんか昔思い出しましたう薩摩次郎は今でいいんですけど、うん、諸星団は宇宙人ですからちょっと年取り過ぎたかなっていう感じはしてまして <laughs>、はい、あの吹き替えの方がとってもよく似てて、うん、遠目から見るとねおっ 俺が立ってる若い時に俺が立ってるじゃないかって感じしましたね。<ー>素敵な方でした。はい。<laughs> 撮影のエピソードもっと共でありがとうございます。はい。そしてウルトラセブンはもう55周年ということですが、この55周年改めて振り返ってみていかがでしょうか。55周年の中にはね、あのまあセブンに関しては24歳に遭遇して。 あのやらせてもらったんですけど、あの宇宙人の役ですね。宇宙人の役なんて、わかりませんよね。正解がわからないですよね。うん、宇宙人だって、宇宙人やった俳優さんって、珍しいんじゃないの。ええ、そうだと思います。ええ、どうやってやろうか、とかあまり深く考えなかったですね。この選んでもらったモルツコー工事の魅力を、一年間突っ走れば、諸星団になるのかな。 今いろいろなことをやってこ80年生きてるわけですからね今今ねいろいろなものがこう付着してましてねしてあのやっぱり新鮮な感じっていうのが難しいのかなっていう24歳の,あの若くしてやった作品が皆様に愛されてるのかなと思いますね。 ここ本当に55年愛され続けている理由ってなんでしょう理由はやっぱり諸星団をやった森津浩二が良かったんじゃないの <laughs> そこにつきますねあのやっぱり諸星団はあの僕じゃなきゃダメなのかなっていう感じが今もしてますよ皆様もうなずかれてますうん拍手いただきましたねありがとうございます ではそんな森次さんから最後にファンの皆様へたくさんメッセージをいいただければと思います、はいはいえー、私自身55年経ってこうやっている今年は去年の10月から,からですけ、ね、国際映画祭から始まって2年今年の12月まで、まあ、55周年ということでいろいろな土地に行って皆さんにお会いしましたけど。 なぜこんなに愛される作品になっているのかなとつくづく本人自身も思ってますしやっぱり精神を燃やして作ったスタッフの皆さんそんな感じが今こう脳裏にあのずっと思ってますけどもう亡くなった方もいらっしゃるんで本当に喜んでいると思います円谷英二さんも喜んでいると思います。 本当に永遠ななのかなってこれは僕が「M78」生類に帰ってもこの作品は生き続けているのかなという思いが今します。本当に長い間応援していただいてまあきょ今日までじゃないからねまだ続くわけだから永遠のヒーローになっていくのかなっていう感じがします、はいえー、おはようございます。 本当に、えー、これだけ盛大にやれるのってまだ2回目ですよねこんなにたくさん集まっていただきまして本当にありがとうございます、えー、今見ていただいた通りのお作品を、えー、やっと撮り終わりましてなかなか大変だったんですけれども、えー、撮り終わりまして今日拝見するとまあまあましかなと思ってます <laughs> <laughs>、えー、もし機会ありましたらぜひご覧いただきたいと思います。 ええー、十二月一日からずっと、はい、ええー。命の物語で。命の物語。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、あの、今回、この空想特撮シリーズウルトラマン四 K. ディスカバリー。はい、支配人として、不思議な映画館の支配人として、ご出演されたということで。はい、改めて、ご感想いかがでしょうか。支配人なんですかね、はい。は <laughs> いやあのー、言えないところがいろいろありましてでですすねねそうなんです、ね、少女が謎の少女なんですよ。謎の少女が突然一人だけ来てその一人のために映画をやる映画を見せるでもそれがウルトラマンなんですよね。でその 4K になったウルトラマンをその前に見せていただいていやこれはねすごいと思いました。というのはね 4K って皆さんただ映像が細かくなって。はい こう制裁というかね綺麗になっていくんだと思うでしょ、はい、いやそんなことないですあれに込められたあの頃のスタッフの方の熱情も 4K なんですよ4倍ですねそうなるとやっぱさすが 4K っていうのはすごいいものだと思いました実際に撮影ってどれくらいされたんですか <laughs> えっとあの今の後の方ですね,あれはね、えー 撮影自体二日です。二、うん、日で撮り終えた。いやだけどもうぎり結構一日長かったです。十時ぐらいまでやってましたからね。えー、夜のご飯も抜か抜いて。<laughs> 腹はすくはめまいはする。<laughs> 結構大変な中での撮影冗談ですけど。そうですね。はい、でこの本当に令和の世になっても新作が生み出されるウルトラマンの、はい。 魅力って石坂さんどううお考えですかそうですすかそね、まあ、ウルトラマンができた時に「つぶラやプロ」もできたでその前に実は「ウルトラ Q」というのがあってその「ウルトラ Q」のナレーションも私やらせていただいてそのまま「ウルトラマン」のナレーションをやりましたでその熱気ってさっき言いましたけどその熱気というのが最初の熱気がいまだにずーっと「つぶラやプロ」によって伝えられている。 それが逆に言うと皆さんも感じていただいてウルトラマンの魅力が褪せないのかなとも思います伝統が本当に継承されていてもう今で終わらず本当に未来に続いていくる。うん、いやだって先ほどの塚越会長のお話を伺っててやっぱりお好きなんですよね好きじゃないとあれだけしゃべれないと思うんですよだからやっぱこれだけ好きな方が CEO やってらっしゃるこれでちょっと先も大丈夫だなって気がしました。 ですね。では最後に石坂さんがウルトラマンに感じる空想とは何でしょうか。いやこの年になってウルトラマンの最初の頃のをまた見てみるとあの頃実はちょっと前ぐらいまであのプロレスというのが非常にブームだったんですよ。だから一対一の対決そこでワクワクだけしてたんですが今見るとそこに込められたメッセージそのメッセージこそが ウルトラマンの持っている空想なんですねそれはさっき会長がおっしゃったように世界の平和だとかそういうとこにつながっていくんだと思います人類の平和とかだからそういうところをまた改めて 4K になった時に皆さんご覧になって感じていただけたら素晴らしい大人の鑑賞方法だと思います。